熱海市の小学校では夏休みが明けて2学期が始まりました。土石流災害の影響を受けた伊豆山小学校の児童は隣の学区の小学校に通うことになりました。伊豆山小学校の児童は2学期からスクールバスなどを使って6キロほど離れたこの泉小学校に通います。今日は伊豆山小学校の児童53人が元気な姿で始業式に臨みました。全員が同様に揃って、ね、始業式を始められたこと、クラスごとに勉強ができること、本当に嬉しいなと思っています。いつもと違う場所ではあるけれども、伊豆山小学校の子どもたちには、ここに伊豆山小らしい花を咲かせてほしいと願っています。伊豆山を襲った土石流発生以降、児童たちは避難所などで生活しながら図書館や民間施設で授業を受けていました。2学期からは空いている教室などを使うことができる泉小学校で伊豆山小の児童のみで授業を受けます。土石流被害では昨日の警察による捜索で新たに1人の遺体が見つかり、25人が死亡、3人が行方不明のままです。